うなんですよ。すごいわ。見た皆さん、もう一回見て。はい、どうも皆さん、こんにちは、 YT ブロスのゆきやんでございます。おいし、今回もリアクション動画撮ってきたなと思っております。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ご紹介する動画はこちらでございます。 TWICE がなんとビルボードの Woman in Hours 2023年に出て受賞されたので、こちらをリアクション撮っていこうかなと思っております。ありがとうございます。なぜね、これをリアクションしたいのかと言いますと、プロなんですよ。多分ね、見たことある方はわかると思うんですけど、慈悲王様のプロ意識、軽く説明しますと、機材トラブルがあったんですかね。で、慈悲王の声が多分マイクに入ってなくて、周りのね、そのメンバーのマイクからしか音声が入ってなくて、これはどうしたと。でもそれでもね、難なく慈悲王がこなしてる、そこを皆さんに見てほしい。感動します。僕はもうこれ見て感動しました。皆さんにもね、感動してほしいなと思っておりますのでね、早速見ていきましょう。よろしくお願いします。 おっしゃ、行くぞー。いきなりこの序盤からかっこいいですから、皆さん見てくださいよ。ビルボードですよ皆さん、ビルボードすごいから。いきましょう。トワイス、見て、ミラから、ミラから始まりました。あ、みんなほら、大人だったー、みんな。えぐ、来ました、ムーンライト、サンライト。すごい、ビルボード乗るのすごないよ、ほんまに。あ、来た、ついから始まりね。次よ、モーモー、はい、ダヨン、ミラ、ジョヨン、ジョヨン、さあ、はい、ここからですよ皆さん、辞表に注目してください。曲もね、ダンスもパフォーマンスももちろんね、 TWICE もベテランですからすごいの分かってる。でもそれ以上のプロ意識、これを着てほしい。序盤からですよ、辞表のパフォーマンス、ほら、このね、マイクトラブルで聞こえてないの。これは 歌いながらね、辞表は多分ね、思ってるんですよ。あ、最悪と、マイクのその接触不良で声が入ってないと。でも見てください、この笑顔、プロ意識、ほら、笑顔で全然ね、みんなもね、周りも動揺せずに、もうそのまま突き通す、このプロ意識すごい。ライオン式、来た、ジョン、はい、来た、サナシ、歌詞をここに出してると思います。左上の方に。今回はね、別にその曲紹介、歌詞紹介 ではなくて、TWICE のこのプロ意識、皆さんにね、痛感して、もっともっとね、ワンスを増やしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。噛んだ、最後。いいところ噛んでもった、ごめんなさい。すいません。もうそのまま続行、行こう。あ、チェヨン、かわいい。いや、また、こんな帽子似合う、ほんまに。なんかこの黒のふさふさに金髪って、ほんまになんか最強コンビですよね。最強コンビネーションいいな。もう声高、普段もこんな声だっけ。いいですね、もうみんな早口、ラップもできるしね、普通のリードボーカルもできるし、すごいわ。
げな、ビルボードに乗るのすごいですよね、ほんま。こっからがすごい。ほら。すごいわ。見た皆さん、もう一回見て、このプロ意識。このイヤモニも多分、イヤモニって言ってね、音源と自分の声聞けるみたいなやつね。イヤモニも多分ね、機能してないんですよ。だから頑張ってこう聞いて、この、何ね、すごい。これをみんなに見てほしい。あ、このプロ意識。全然笑顔も崩さんし。頑張ってください。すごい。プロに拍手。ごちそうさまです。ありがとうございました。いや、よかったですね。皆さんどうだったでしょうか。ジヒョのね、プロ意識、やっぱりあれはね、通年ではね、この取得できないこのプロ意識、実際やったらやっぱりくじけそうになると思います。あんなにね、ビルボードで有名なアーティストの目の前であったりね、世界的に有名なタレント、世界的に有名なディレクターとかの前であんなトラブル怒ったらやっぱり戸惑うと思うんですけど、それでもね、めげずにジヒョはもう最後までね、ぶっ通してパフォーマンスしてくれました。もうあれは感動しましたね。皆さんどうやったでしょうか。最後になりましたけど、もうじきアルバムが完売されますので、皆さんね、楽しみにしていきましょう。僕もめっちゃ楽しみです。その前にミュージックビデオが完売されると思いますので、それもね、リアクション取っていこうかなと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。忘れずにチャンネル登録、高評価、そして通知の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 Once